Giddy up! Is that a Glock in your pocket? No. ウォッチモジョジャパンへようこそ。今日はフリーガイで引用されたポップカルチャートップ10をカウントダウンします。 Who is this? I don't know. I mean, he's just like you, but way better. Please stop my... Oh, God! Where is that? Should I come with you?このランキングではライアン・レイノルズ主演の本作で映画やテレビ番組、そしてゲームからの印象的な引用を見ていきます。作中で大いに盛り上がるシーンについても言及しますので、ネタバレにはご注意ください。ランクインしていないものがあったらコメントで教えてください。第10位、グランドセフトフォートナイト。ガイが住む混沌とした世界はサンドボックスとバトルロワイヤルゲームがごちゃ混ぜになったような場所です。まるでフォートナイトとグランドセフトオートを足して2で割ったような感じ。フォートナイトのように本作も街に滑空して降りてくるところから始まります。そして GTA のようにスポーツカーやヘリコプター、戦車などプレイヤーが楽しめる乗り物が登場します。フリーシティはそこら中で爆発や交通渋滞が発生し、火炎放射器からロケットランチャーまで様々な武器が登場して、さながらリバティシティやバイスシティといった様。街中に救急箱があって助かりました。また人気のオンラインゲームはいずれ完売してしまうので、叫びの形をした文字通りさりげないプロダクトプレイスメントが施されています。 And another thing, you can't hack the NPC avatars. No, sir. It screws up the mission load and it makes the game look bad. Horrible! 第9位、彼をターミネートせよ。タイカワイティティはいつも以上にエキセントリックにアントワンを演じています。アントワンは同じような古い IP を焼き直して、プレイヤーから最後の1ドルまで絞り取ることしか考えていないゲームパブリッシャーです。実際のパブリッシャーとは大違い。 This loser is ruining the game, man. ガイのせいで利益が減るとアントワンは彼の解雇を命じます。その際アントワンはシュワルツェネッガーの発音を間違えるという、今まで見たこともないような奇妙なシュワルツェネッガーのモノマネを披露するのです。I don't care if he's Arnold freaking Schwarzenegger, Terminator. これはアーノルドがダークサイドに落ちた場合のダースの称号だと思われます。またワイティティはターミネーターと自身が演じたマンダロリアンのキャラクターである IG-11 との共通点についても述べています。I am IG-11. I am this child's nurse droid and require that you remind him to me immediately.アントワンは皇帝やパダワンについても言及しており、視聴者はワイティティのスターウォーズ映画はいつ公開されるのと思わずにはいられません。第8位、ヘイローのオマージュ。ポスターにマンティスを模した装甲車が登場したことで、視聴者はヘイローに関係があるのではないかと期待していました。さらに映画のプレミアではウォートホッグのレプリカが登場。マスターチーフの好みに合いそうな車がたくさんありますね。 With all due respect, sir, I know what I saw. 最も印象的なのは特徴的なトラックボギーとマシンガンを搭載したバトルタンク M808B スコーピオンにそっくりなのです。しかしこのスコーピオンは宇宙戦争に勝つためのものではなく、他の車両をのんびり引くために作られたものです。あるいはプレイヤーはキャプチャー・ザ・フラッグのゲームに熱中していたのかもしれません。第7位、アナ王女を救おう。ディズニーが21世紀フォックスを買収したタイミングで制作されたフリーガイ。制作陣はディズニーの IP を作中に使わずにはいられなかったようです。ライアン・レイノルズはディズニーが映画ザ・ボルトの建物を数多く使用していることに驚いていました。ちょっとずるい例ではガイがアナ王女に似た少女を助けるシーンもあります。 Yes, pay attention. デッドプール2で悪名高いアナ雪いじりの後にも、レイノルズがアレンデールのお姫様と仲良くしていることはいいこと。パパ、Can you hear me? と雪だるま作ろうはよく似ていますね。Is it just me, or do you want to build a snowman from Frozen? Sounds suspiciously like Papa, can you hear me from Yentl? 第6位、古文の乱闘。フリーガイでは敵の種類などビデオゲームでおなじみの要素が数多く登場します。ある対決でガイとミリーは視聴者がゲームで戦ったことのありそうな敵たちと戦います。黒スーツの武装した男たちに加え、レッドデッドリデプションに出てくるようなカウボーイ、ゴーストオブツシマを彷彿とさせるサムライ、マイク・タイソン風にパンチを繰り出すボクサー、ボルハラに出てきてもおかしくないような戦士、外伝に出てくるような忍者、そしてキタナの容姿を真似したかのような格闘家などが登場します。This
this world is full of bad guys. 開発者がいかに似たような敵キャラを使い回しているかがわかります。彼ら全員がチームを組んでも2丁のグロックには勝てません。Is that a Glock in your pocket? No. What? It's two Glocks. Oh. 第5位、バブルガムアイスがない。フリーガイは1988年に公開されたカルト的映画ゼイリブの影響を受けていると言っても過言ではありません。共通点は主人公が偶然見つけたメガネによって本当の世界を見ることができます。 Put these on. Okay. Fine. I do. Oh my god! What are these trick glasses or something? 関連性は明らかですが、フリーガイにはジョン・カーペンター監督作品へのさりげないオマージュがありました。ミリーはガイと意気投合し、彼らが自分と同じようにバブルガムアイスクリームを愛する人間であることに驚きます。 I love bubblegum ice cream. He loves the bubblegum ice cream. It's like my tongue at a baby with a sunrise. ミリーのお気に入りのフレーバーはロディ・パイパーのバブルガムを噛んで決めるという不朽の名作へのオマージュだと思います。 I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.あのシーンでパイパーのキャラクターが銀行を爆発するのはガイの職業を暗示しているのかも。第4位、ゲーマールーム。本作の数あるカメオの中にチャニング・テイタムがフロスを使うゲームのアバターとして登場して、マジックマイク以来の最高のダンスを披露します。キーボードの後ろにいるゲーマーはストレンジャーシングスに登場するゲームセンターの店員マティ・カーダロプルであることが分かるとさらに面白くなります。 Thanks for sharing. Didn't know. このキャラクターの部屋は実家住まいのゲームオタクで22歳の若者らしい特徴があふれています。机の上にはジャック・スケリントンのおもちゃとマリオのトードフィギュア、壁にはアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーやリック&モーティ、デッドプールのポスターが貼られています。 Oh, hello.I know, right? 待って、もしデッドプールがこの作品の世界に存在するなら、なぜ誰もガイと似ていることに気づかないのか、考えすぎですね。第3位、ファイナルジョパディ。フリーガイを見て胸が痛むとは。スクリーンに登場したコ・アレックス・トレベック氏を見た観客は一斉に涙を流したはずです。This character in the video game Free City has been turning heads by being the good guy.トレベックが亡くなる前にホストを務めたジョパディのゲームではブルーシャツガイが答えの一つになっています。 Who is blue shirt guy? You're absolutely right. Who is he or she indeed? トレベックはガンと戦いながらこのシーンを撮影したと言われており、これが彼の最後のカメオ出演になると思うとほろ苦い気持ちに。皮肉なことにフリーガイが公開された同じ週にマイク・リチャーズとメイム・ビアリックが彼の後継者として発表されました。I mean, this guy was really made of good stuff right to the end, and having him in the movie is certainly bittersweet, that's for sure. 青シャツの男と同様に、トレベックはいい人だけでなく素晴らしい人であることの意味を教えてくれました。第2位、ゲーマーカメオ。チャニング・デイタムとトレベックは誰もが知る有名人ですが、何人かゲームコミュニティ限定のカメオ出演もありました。Who the hell even knows who this blue shirt guy is?ガイがゲーム界で人気になると何人かの有名ストリーマーが熱心に解説をしてくれます。アイルランドの YouTuber ショーン・ジャック・セプティック・アイ・マクローリンは2018年の動画でデッドプールのゲームをライアン・レイノルズと一緒にプレイしています。 We're here, we're gonna play some Deadpool. I think you have some experience with this man. I played Deadpool, but I haven't played Deadpool. 他にもリチャード・ニンジャ・ブレビンス、イマネ・ポケモン・アニス、ダニエル・ダン・ TDM ・ミドルトン、ラナン・ラザービーム・イーコットが出演しています。I've never seen anything like this. 本人の代わりに俳優を使うこともできたでしょう。しかし実際のゲーマーを起用したことによってフリーガイをゲーム業界を代表する作品にしようという意気込みが伝わってきます。1位の発表の前に最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。第1位、ファーストアベンジャーの逆襲。ボディービルダーのアーロン・ W ・リードにレイノルズの顔を貼り付けたデュードと対決することになったガイ。 Drop in, dude, now! Who are you? Catchphrase. ガイはいくつかの秘密兵器を持っていますが、キャプテンアメリカの盾はクリス・エヴァースにとっては迷惑な話。マーク・ラファロがガイが緑色のハルクの拳を出すことをどう思っているかは想像できますね。
デッドプールが MCU に参加するのは待ち遠しいし、こんなギャグを期待できるのであれば今すぐお金を払っちゃいます。マーベルだけではなく、ガイはルーク・スカイウォーカーを真似てライトセーバーを取り出しました。 Your father's lightsaber. This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. フォートナイトのラマやハーフライフを思わせるグラビティガンなど、ガイのアップグレードはディズニー作品にとどまりません。最高のお楽しみを最後まで残しておくなんて。いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてください。チャンネル登録したら通知をオンにして最新動画のお知らせも受け取って。